はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。夕方5時ですね。10月は26日の水曜日でございまして、5時です。今ちょっとすいません、 LINE が来たもんで、ね、見てしまいました。さて、あれですね、シンシアリーさんのブログにこういうのございます。日韓時間給協議、韓国側が現金化解決案を提示か点々、今回は日本企業が同金額を財団に寄付するなど、23日の報道とはまた違う内容というタイトルでございます。ちょっと待ってくださいね。すいません、すいません、ちょっと温度計とカレンダーがです。はい、飛ばしまして、23日共同通信が、日韓が基金案で本格協議に入り、11月 G20 で首脳会談を行い、11月に G20 あるんですか、早ければ年内の合意を目指すと報道しました。基金案とは、大まかに既存の財団に韓国企業だけが資金を出し、記事内容だけだと両国政府と日本企業側は資金を出さない、支払いを解決するというものです。記事本文では肩代わりということになっていました。こういう動きが本当にある、本格的に協議中である、そんな内容はもちろんあるでしょうけど、私としては違和感がありました。まず日本側としても韓国側としても今までの主張してきた革新的な内容は入っていません。ユン・ソンニョル大統領としては日本側が基金に関わらない案に国内での同意を得るのは難しいでしょう。まあそうでしょうね。つまり向こう側だけで解決するという話はですね、ユン・ソンニョルさんとしてもですね、こう同意できないだろう。岸田文雄首相としても今までの両国関係の土台となってきた基本条約である一貫した立場に基づきとしていた基本方針から交代することになります。交代するのかな、それは向こうが勝手にやるんであれば別に関係ないんちゃうの。岸田総理もユン大統領も今支持率にも余裕はありませんしと。そんな中、日韓時間給協議がありましたが、その場で、上記の報道とは似ている部分もありますが、肝心なところが異なる、そんな内容の記事が出てきましたと。ほー、今とは違う記事が出たと。連合ニュース、元ソースっても変な言い方ですけど、ソースですね、ソースは朝日新聞によると、韓国側は会議で、日本企業が何も出さないわけにはいかない。最高裁が命じたのと同じ金額を寄付という名目で財団に出してもらうという案を出したとのことです。そんなんしたら、別に判例と同じ結果になるやんと。判例ちゃうわ、その判決と同じ結果になるやんと。私は思いますけどね。本格的に協議に入ったとか、そんな内容はなく、23日の記事とは過去解決案としてふさわしくないのは同じですが、異なる内容になっています。また25日のテレビ朝日、の報道によると、韓国側は日本企業の謝罪は必須だとしており、日本側はそれは無理としているところであるとのことです。以下各紙引用ですね。ちょっとだけ読みましょうか。両国政府がいわゆる現金化解決法として、日本企業の肩代わりに韓国の財団がお金を出す法案について協議しており、韓国政府は日本企業に対して財団に資金の、これは何て読むの、読めへん、資金の収出、まあ供出という意味でしょうけどね、ちょっと読めへんね、読めへん字を使ってます、を要求する方針だと。朝日新聞が26日、報道した記事は、韓国政府関係者を引用して、
改革ですね、韓国政府は当初日本企業に代わって弁済する方針を検討していたが、世論が強く反発する可能性が大きいと懸念し、既存の財団が寄付金を集めて代わって支払う方向になったと報道した。まあ以下うにゃに書いてありますけど、まあこの辺にしときましょう。まあ、いろんな案が出てきては消えるんですけども、多分こういう、こう財団とかがですね、まあ、どこから金を集めるにしろですね、韓国の企業なのか日本企業に出せっていうのは知りませんけど、勝手に解決すればいい問題であって、日本は基本関係ないんですけども、日本企業がお金を出さずにですね、謝罪もしなければですね、向こうの原告たちはそれで解決したとは言わないでしょうね。もう生き残ってる人たちはほんの 2,3 人やと私は認識してるんですけども、まあ、その他はですね、遺族が変わってるんですけども、まあ、分かりました、いただきますってそのお金をもらって解決という人は多分1人や2人が出てきても全員にはならないと思いますし、そういう解決法ではですね、納得できへんというふうに本人たちは言う権利があります。だって最高裁の判決が出てるわけですから、それあくまでもその履行を求めるという立場を貫く人はいるでしょうから、まあ、そうなるとこれをこういったね、うにゃ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 言ってますけど、財団が代わりに払うとか、もうここまで来たらあんまりお金の問題ではないんではないかなと。たかだか1人1000万円ですからね。で、今日本も向こうも貨幣価値そんな変わりませんから、1000万円で1000万円なんですね。これが例えば10億円とかって言ったら、もらう、絶対もらう、それはもらう、先にもらうとかいう人が出てくると思うんですけど、1億円でも、まあ、もろてもいいかなとかいう人が出てくると思うんですけど、1000万円となるとね、そこまでお金に困ってる人がいればもらうかも分かりませんが、それよりも意地を張るでっていう額だと思うんですね。だからどうでしょうね、こういう案はまあいろいろ言われてますけども、結局まあこれでみんなが納得というふうにはならないでしょうね。で、再三申します通り、もう最高裁の判決は出てるんですよ。向こうで言うところの大法院の判決が出て確定してるんですね。で、確定して日本企業の資産と呼ばれるものまで差し押さえてるわけですよ。その現金化が今止まってる状況なわけですね。だからその現金化を止めてる状況を止めてる、要は簡単には裁判官がサボタージュしてるわけですね、最後の現金化命令を出すの。で、いつまでサボタージュするのっていう世界なわけですよ。で、簡単に言えばもう出てもいいはずのですね、現金化命令が出ていないわけであって、もう今はすでにですね、あれでペナルティタイムじゃないかな、なんたらタイムに入ってる、余剰の時間に入ってるわけですよ。なんで、もう時間はないわけですね、本来ね。なんで、時間制限、時間は向こうに敵なわけですね。日本にとって味方かどうか知りませんけども。まあ、日本にとってはどうでもいい話ですね。向こうの国内の話ですから。で、うにゃ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 言うてるうちに、そんなんね、1年や2年すぐ過ぎますよ、これ。なんで、どうするんでしょうね。この問題はね、向こうは勝手にね、条約で決めたことを勝手に覆す判決を出したと。いうところが発生源であってですね、向こうも勝手に解決したらええやんということです。で、日本としては条約違反をするんであればそれなりに対応しますよっていうだけの話ですね。で、それを日本に話し合おうっていうふうに来てるわけであって、こっちとしてはね、別にね、話し合う必要さえないわけですよ。条約違反するんやったらしたらええやんって、こっちも代行するしっていう、そういう立場で、まあ今来てると思うんですけども、まあでもうちゃうちゃいろんなこと言うてきてるっていう感じですね。でも時間はどんどん過ぎていくわけであって、今ですね、なんたらタイム、楽で言えばですね、もう時間は過ぎたんだけどもですね、余裕のあれですね、なんたらタイムってやつに入ってるわけだって、どうすんのっていう知らんやんそんなんっていう感じですね。もう本当にこれもお得意の一人相撲一人負けというパターンで、
そのマーケに日本をなんとか引きずり込もうとしてるわけでて、日本はそんなイライラ知らん知らん、うん、勝手にせえという世界ですね。で額も鬼畜債ですしね、一人1000万とかっていう。ただねここでね、変な解決をしてしまうと残り何百という訴訟があるそうでございますんで、どうするんでしょうね。これ勝手に彼らがですね、一人相撲を取って一人負けしているという状況です。で今後どん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 その一人負けが増えるという、実にはなんというかアホなことやってんなという感じですね。シンシアリさんのブログ特に貼れませんので探してください。タイトルはですね、日韓時間給協議、韓国側は現金化解決案を提示か…で始まる記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。